マイケル・ブレッカーは、アメリカのジャズテナーサックス、ウィンドシンセサイザー演奏者、音楽家。アメリカ、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。圧倒的なテクニックと多彩な表現力を兼ね備える、人気、実力ともに近年ナンバーワンのテナーサックスプレイヤーであった。ジョン・コルトレーン以降、最もテナーサックスの演奏スタイルに影響を与えた。また、 ウィンドシンセサイザー演奏の第一人者でもある。マイケル曰く、セミプロ級のジャズピアニストという弁護士の父親を持つ音楽一家に生まれ、毎晩夕食後には家族でバンドを組んで演奏していたという。当初はクラリネット、ドラムを担当、アルトそしてテナーサックスへと転向し、トランペット奏者である兄、ランディブ・レッカーと共に地元のバンドで腕を磨いていった。 一旦はプロを諦め、インディアナ大学に入学するが、すでに音楽の虜になっていたマイケルは、最終的にプロになる決断をする。一足先にプロ活動を始めていた兄、ランディを追って、ニューヨークに進出する。1970年代から、ホレス・シルバーや、ジェームス・テイラーらと共演した。また、後述のブレッカー・ブラザーズや、ステップス・ア・ヘッドといったバンドにおいて共同リーダーを、 努めた。その他、ハービー・ハンコック、ジャコ・パストリアス、パッド・メセニー、チャーリー・ヘイデン、クラウス・オガーマンら制作のアルバムに、サイドマンもしくはフィーチャードソロイストとして、数多く参加した。さらに、いわゆるスタジオミュージシャンや、ツアーバンドメンバーとしての活動も幅広く、特に、スタジオミュージシャンとしては、そのジャンルを問わない、音楽性やテクニックから、 いわゆるファーストコールミュージシャンとして活躍。ジョン・レノン、ポール・サイモン、アート・ガー・ファンクル、ジェームス・テイラー、ダイアー・ストレーツ、フランク・ザッパなど、関わった録音は多岐にわたり、その数は1000枚を軽く上回るとされる。日本でも、渡辺和美、小コトラジャズミュージシャンから野口五郎、スマップ、吉田美は、チャカ、フルーチトーコなど様々なアーティストのアルバムに参加している。 1990年代後半には、コルトレーングループで活躍したマッコイ・タイナー、エルビン・ジョーンズが自己アルバムに参加。2005年6月、血液がんの一種である骨髄異形成症候群を患っていることを明らかにし、当時予定されていたコンサートツアーの予定をすべてキャンセル。増血幹細胞移植のドナーを求め闘病生活に入る。自身のホームページを通じて、 ドナーを募ったが、ドナーを見つけることが難航。その後部分適合による娘からの実験的な骨髄移植の結果が良好であったのか、一時的に容体は回復に向かい、2006年6月にはハービー・ハンコックのステージに飛び入りで参加するなどしていた。同年8月には生涯最後のレコーディングも行っている。2007年1月13日、 骨髄異形成症候群から進行した白血病のため死去57歳。遺作となった聖地への旅は2007年5月16日に日本選考でリリースされた。ハービー・ハンコックによれば、ブレッカーは死の9ヶ月前に仏教の教えを実践するようになり、その3ヶ月後には総価学会インターナショナルに入信した。彼の追悼式では、 同じ駆動会に入信しているハンコック、ウェイン・ショーター、バスター・ウィリアムスの3人とマイケルの息子サムが一列に並び参列車に背を向けて仏壇の中の本尊に向かって5分間の間、ナム・ミオホーレンゲ行と題目を唱えた。ありがとうございます。